実は今週、中国総局の記者は逃げ遅れてしまいました。支局の入っているビルから急いで出ようとしたんですけれども、ビルごと封鎖されて外に出られなくなってしまいました。中国では感染の疑いがある人がいた建物はすぐに封鎖されます。上の階の人が検査で陽性だったので、封鎖されるかもしれないと分かった時点で急いで外に出ないと閉じ込められてしまうのです。会社に7時間以上閉じ込められた記者は2日後の昨日再び、私のマンション、このように門の前に柵が置かれて外に出られなくなってしまいました。今度は自宅マンションに閉じ込められてしまいました。記者を含め住人は買い物に出ることもできず、食料などを配達してもらい、防護服姿のスタッフから受け取る日々が今も続いています。容赦ない隔離措置で行き過ぎな行為も。医療施設が不足する中、首都北京に作られたのが、こちら北京市内の大規模な国際展示場なんですけれども、感染拡大を受けて臨時の病院になっています。軽症の患者を受け入れる、その名も箱舟病院。1000人以上収容でき、続々と患者が搬送されてきますが、中は床の上にベッドだけが置かれたような厳しい環境。中国最大の経済都市でも感染対策が強化されています。今日から上海では新しいコロナ対策が始まりました。バーガーチェーンには上海に来て5日未満の人は入店できないとの張り紙が。店などに入るときに見せるスマートフォンのコード画面に、上海に来て5日未満と赤字で表示されるようになり、飲食店やスーパーなどへの立ち入りが禁止されます。仕事をする上でも出張がかなり制限されるので、少し厳しいかなとは思